はいどうも、タンタンです。本日はキワヤのウクレレご紹介いたします。こちらは KPC-1M というモデルでございます。はい、キワヤのウクレレ、キワヤブランドのウクレレの中でもスタンダードなモデルでございます。はい、仕様としてはこちらボディニア、マホガニが使用されています。オール単板ですね。はい、結構このキワヤさんのモデルは比較的濃いめなカラーで上がってくることが多いんですが、こちらの1本は比較的薄めですね。で、木目もちょっとまだらに見えます。はい、装飾はこちらにロゼッタラインが入っています。で、ローズウッド指板にこちらヘッドですね、キワヤのロゴが入っていまして、ギアペグが搭載されております。マホガニオール単板ということもあって、こう中音域に膨らみのあるような非常に温かみのある音が特徴的かなと思います。はい、あと国産ウクレレということもあって、こう弦高もあらかじめ低めに設定されていると思いますし、かなり楽に抑えられる、そんなウクレレかなと思います。このネックの形状ですね、ネック裏の形状、ちょっと画面だと伝わりづらいと思うんですけど、裏が平たくなっているので、こう後ろから親指で挟んでこう弾かれる方なんかにはとても弾きやすいウクレレかなと思います。はい、そんなわけでこちらキワヤの KPC-1M オールマホガニ単板ボディのコンサートサイズのウクレレのご紹介でした。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。